デニアは、スペイン・バレンシア州アリカンテ県のムニシピ、ピラール・デラ・オラダダへと続くコスタ・ブランカに属している。公式名は、バレンシア語のデニア。最盛期のデニアの大ファ領域デニア城イベリア人の、町、ディニウがこの地にあった、考古学的証拠があるが、デニアの発祥は、ローマ都市、ディアニウムである。ディアニウムは、現在のデニアの北、旧デニア港に面していた。 古い記録も考古学的な意向も、紀元前1世紀にクイントゥスセルトリウスの軍が、ディアニウムを海軍基地として定準したと示している。ローマ帝国時代、ディアニウムは、ムニキピウムとされ、繁栄の時代を過ごした。636年から693年までの、西ート王国時代、デニアは、トレド氏教座の参加に入る。イスラム教徒による、支配時代、デニアは、 都市の拡張の最高潮に達し、大きな文化的活力の時間を生み出す強さを持っていた。デニアは、アラビア語名ダニーアとなり、1010年に、アミールのムワヒッド・アルアミール・アルムワッファクの打ち立てた、タイファの首都となった。このタイファは、後に、バレアレス諸島を併合した。王国に転換して、重要な海運、商業中心地となり、ムワヒド町の進行を受けるまでは、 自前の効果を鋳造していた。1076年に、王イクバルアルダウは、廃位され、タイファは、独立を失い、1091年に、ムラービト町が侵入してくるまでは、サラゴサ王国のタイファである、アルムタディルに支配された。1244年に、キリスト教徒によって征服されるが、デニア住民の多くを占めたイスラム教徒を追放した、ことで、都市の発展に、 深刻な交代をもたらした。バレンシア全体に再植民がされ、アルバカル城が制圧された、デニアの村は、キリスト教徒の中心地となっていった。アラゴン王ハイメ二世は、1298年に、デニアをアンプリアス博ポンシオへ報道として与えた。後にデニアは、ガンディア家の支配下に入り、1356年より、デニア博領となったが、 アルフォンソ五世時代に王領となった。アルフォンソの王国不在のため、1431年に、フアンデナバーラが、デニアを、カスティーリア人、ディエゴゴメスデ・サンドバルへ寄贈するという事態を促した。1455年、村の不満が高じて、王国への再統合を訴えた。1477年まで、デニアは、バレンシア市に占領され支援を受けた。デニア伯領は、 サンドバルのものであり続け、1487年には、公爵領へ昇格した。第5代デニア公であった、デルマ公は、フェリペ3世の長身で、王は、デニアに、重要な資金と都市の地位を与えた。1609年のモリスコ追放により、2万5千人もの、モリスコたちは、デニア公から、バルバリアへ立ち、公爵領の経済破綻と、人口減少を招いた。 18世紀初頭、デニアは、スペイン継承戦争に公然と参加し、オーストリア・ハプスブルク家のカール大公を、スペイン王に承認した、最初の都市の一つとなった。戦争と、戦後の報復が、都市の危機を招いた。最終的に1708年11月17日、ブルボン家軍によって、デニアは占領された。城の損傷は、深刻になり、 スペイン独立戦争では崩壊が決定的となった。19世紀、デニアはスペイン王国に再統合され、船乗り家業が徐々に発展し始め、1837年から1839年までは行政上の自治を得た。星武道の貿易が反映して商業ブルジョアが台頭し、外国企業が引きつけられたことで人口が増加し、1860年には、 人口6000人余りだったのが1900年には2倍の1万2000人を超えた。20世紀初頭には、ブドウのフィロキセラによる被害で人口が減少したが、1960年代の観光ブームで人口は急激に増加した。2006年の国勢調査によれば、デニアの人口の29.7%がスペイン国外生まれであり、そのうち59%が、 EU 加盟国出身24.6%が南アメリカ出身10%余りが EU 以外のヨーロッパ出身者である20世紀初頭には外中フィロキセラが流行して星ぶどう産業が打撃を受け都市の一種の経済麻痺状態を促進した1960年代より観光がデニアの主要経済部門となり 工場の消失や都市化の推進を引き起こした。ありがとうございます。